今日はミニマリスト的快適なお家作り講座やっていきたいと思います。快適な生活、幸せな人生、ミニマリストから部屋作りの注意点をお伝えいたしますので、最後までご覧ください。それではミニマリスト的快適なお家作り講座スタートです。まず最初に気をつけてほしいのは統一感です。いきなり快適さとは関係なくない、別に関係なくないと思った方いますよね。でも統一感は重要です。色、素材、コンセプトなど同じ系統のもので揃えていくと部屋が整っていきます。家を建てる時はこういうイメージでと考えて建てたのに、今ではその話どこ行ったのという感じという場合も多いのではないのでしょうか。でもしょうがないと思います。お子さんがいたりすればカラフルなアイテムが増えてくるでしょうし、おもちゃはすぐ遊べるように身近に置いておきたいという場合もあって、だんだんおしゃれな部屋を作ろうという気持ちが冷めてしまう場合もあると思います。でもそれは今はそういう時期なだけ、それはとても幸せな時期で、今できる最高の快適なお家の形だと思います。その部分はしょうがないとしても、家の中のものを統一していくのは重要なことです。すでにやっている方も多いと思いますが、テレビやレコーダーはソニー、スマホやパソコンはアップル製品、同じメーカーのもので統一することも機能面の連携や見た目の統一感を生んだり、服のブランドを統一したり、お気に入りのブランドを見つけたりすれば着心地も安定し、試着しなくてもネットで服が買えたり、失敗は少なかったりもします。統一感って難しいと思っている方に提案したいのは、物が少なければ統一しやすいということです。例えば30人でバーベキューするのと3人でバーベキューするのとではまとまり感が全く違いますよね。30人でバーベキューするというのはクラスター発生の原因にもなりかねませんので、注意しましょう。というかやめておきましょう。持ち物が少なければ統一感は出しやすい。そもそも持ち物が多いから統一感が失われている。一軒家より一人暮らしの方が統一しやすい。一軒家でも部屋ごとなら統一できる。持ち物を手放していく時も、同じものが2個あれば統一感を意識して合う方を残すようにすると自然と整っていきます。アイテムを足して統一感を出さなくても、合わないものを減らしていくことで統一感を出すことができます。それもちょっとしたテクニックです。次は大きい家具には気をつけてほしいという提案です。例えばリビングの顔と言ってもいいソファー、一軒家の方はもちろん一人暮らしの方でも高い確率で置いているかと思います。え？置いてますよね。ソファーは部屋の印象を大きく決めるので、もちろんデザインは慎重に決めたいところ。配置だってとても重要です。そして最も重要なのはソファーのサイズです。いくらデザインが良くても、座り心地が良くても、素敵なソファーでも、ソファーのサイズが部屋に合っていないのは困ったものです。あれ？置いてますよね。大きい家具はサイズを間違うと部屋の大部分を占めてしまいます。配置をどうするかの前に大きすぎれば置く場所が限定されてしまったり、せっかく家で快適な時間を過ごすためのアイテムなのに邪魔な存在になりかねません。ああ、私のことだとそんなに落ち込まないでください。解決策があります。大きな家具を買いに行く際は、必ず部屋のサイズをしっかり測る。なんとなくではなく、しっかりメジャーで測って、それをスマホにメモしてから買いに行くことをお勧めします。スマートフォンをお持ちでない方は手書きのメモでも結構です。置く場所をきっちり測ると同時に、置いた後の生活を意識すると一番いいですけどね。ソファーならだいたい何人座るのか、来客はあるのか、収納ならどれくらい入れるのか、使うことまで想像できると本当に理想のものに出会えるはずです。そしてそのさらに後、大きな家具は手放すのも大変です。大きければ購入金額も高くなり、その分手放しづらく運ぶのも一苦労、出張で引き取ってもらうのにもお金がかかる。とにかく大きな家具の購入には注意が必要です。食器棚、テレビ台、タンス、ベッドなど、大きい家具はすぐ手放すものでもない。だからこそ置く場所のサイズを測り、選ぶときは慎重にいきましょう。そんなこと言われても、まだまだ快適な部屋作りのことわかんないよと、そんなに落ち込まないでください。部屋作りの注意点、ミニマリスト的快適なお家作り講座はもう少し続きます。また会いましょう。バイバーイ。